俺だよって声どうもおはようございます。こちらこんばんは、レオジンと申します。モンスターハンターワールドです。実況プレイ取らせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、歴戦王シリーズ、まあ、ガンマというものなんですけども、今まではキリン、バルハザク、テオテスカトル、そして今はクシャルダオラかな、来ておりましたね。はい、足見たらね、これクシャルダオラの、まあ、腰と足を使ってるんですけどもね、今回ねこのクシャルシリーズのガンマの、ね、装備をね組んでね、ちょっと変わったガンランスの装備をね作ったのでね、ぜひ紹介していこうかなと思います。こちらでございます。まあ、スキル構成なんですけども、まず、風圧無効ですね。流風力を含む全ての風圧を無効にするというスキルが発動してます。そして匠5、回避性能5、体力増強が3で、弱点特化回避距離アップ3で、強靭剣は無属性強化、ということで、ガードするスキルが一切ないということは、敵の攻撃をかわして殴るっていう、まあ、殴り特化の回避寄りのガンランスの装備になっております。まあね、匠5を乗せれるっていうのが非常にポイントかなと思いますね。まあまあ、五石を使って発動させてるんですけどもね、匠をね、クシャナアンダーガンマがですね、まあ、スロー1が2個の匠にで、ペイルのガンマが回避性能と、まあ、スロ3が1ありますね。で、あとはまあ地味にクシャナハトゥー、まあ、こっちは今回はね ベーダーを、ね、使ってますんで、まあ、ここはガンマじゃないんですけども、まあ、この2つの装備をね入り込んだね、回避殴りガンランスという装備構成となっております。まあ、回避距離アップもあるし、回避性能もたくさんあるから、まあ、相手の攻撃を予測してね、スムーズに殴って、スムーズに倒せるかな、どうか分かりませんけど、やっていきましょうかね。装飾品はこんな感じですね。まあ、スロ2とスロ3のスロットが、まあ、たくさんある分、まあ、1スロの分がちょっと少ないかな、3つしかないかな。はい、なんで、まあまあスキルの、まあ、幅はかなり狭まってしまうかな。スロット数がそんなに多い装備でもないので、まあ、ほぼ固定で決まってしまうかなと思いますけども、まあ、やっぱクシャナアンダとペイル、まあ、ここをどうしても使いたかったなということで、今回こういう装備を組んでます。では早速やっていこう。さあ、やっていきましょう。今回は歴戦王ネルギガンテの、歴戦王じゃねえや。普通の歴戦ネルギガンテですね。まあ、いずれ多分、歴戦王ネルギガンテも来ると思うんでね。まあ、楽しみではありますけども、まあ、今回はね、歴戦ネルギガンテに挑戦していこうかなと思います。まあ、こいつ結構回避ぶっ刺さるんでね、しっかりと回避すれば多分いけるとは思いますけど。それ。はい。はい、ステップ。あ、これ攻撃じゃない。これ殴りや。撃っちゃった。癖で撃っちゃうんですよね。はい。あう。クイックリローのタイミング、はい、 いや回避距離アップついてるからね、もうだいぶこう有利に立ち回れますよね。動きも速いし、それひたすら殴っている。はい、ステップ、あ惜しかったか、ちょっと呼びモーションが見えにくかったんですけど、はい、ダメ、まだ、はい、オッケー、さあ殴って投げ払いまで入れましょう。さあ動きもあるけど、まあまあ追いつけると思います。よし、肉質の柔らかいところ攻撃していきたい。ここ、はい、よし、回避が立ってあんまりこう回避性との相性良くないのかな。ちょっと振りモーションがやっぱ大きいので、そこがポイントかな。非常に、よし、 OK、 避ける避ける、回避距離アップ強い。はい、よし、オッケー、はい、オッケー、あー今の当たってないか、はい、オッケー、それ後ろに回り込みたかったけど、まあここは素直に頭に投げ払い入れてからの有効砲、悪くない、叩きつけます。さあ白ゲージのある間はね、殴りにして、まあで、まあ、大体な、青ゲージから、まあ、流行を挟めていけばなっていう感じですかね。まあ、白ゲージある間はね、ちょっとなるべく白補正で殴っていきたいですよね。またしてもダウン、投げ払って。184出んのか。いいね。このまま頭ぶっ刺します。はい、OK。ちゃんと方向ね、しっかりと見ましょうね。投げ払います。よっ、あー、惜しい。やっぱちょ、やっぱ叩きつけと投げ払いの後のモーションがやっぱあれですね、隙がありますから、そこはかなり難しい。クイックリロード挟む理由、やっぱ癖が出てますね。オッケ
回避距離アップ3はありだな。はい、さあ叩きつけて投げ払いは大丈夫。もう一回叩きつけます。あ、そっち行ったか。でもネルギーガンってちょくちょく動きますけど、回避距離アップで追いつけるっていうのがやっぱいいですよね。回るやろ。 OK、 叩きつけます。なかなか流行法挟むタイミングがないですね。もう逃げんの早え。マジか。追いかけます。まあネルギーガンってぐらいのちょっとこちょこまか動くタイプは回避距離アップ3全然ありだと思いますけどね。さあ起きて叩きつけて、はい、方向はちゃんとステップでかわす。あ、これは多分麻痺ナイス。ちょっと麻痺ナイスやけど、ちょっと待って、どうしよう。こうしてこうか。はい、あー残念。これはもう破局滅人戦天下。あぶね。あ、当たるんかいこれ。持続が投げ。はい、ステップってちゃんとかわす。死なねえかな。ダメか、さすがに。無理してやる必要もないね。オッケーオッケー、危ない危ない。さあ、ゴロゴロゴロ突進していってるけど、後ろから攻撃していくよ。先行玉があるけど、先行玉使いましょうかね、これ。せっかくやし、ほら。叩きつけて。いいよ、羽、トゲ生えてるところに。ああ、見ない、それは。叩きつけます。さあ、終わり。ちょっと殴り特化で回避っていうのはなかなか難しいかもしれないですね。やっぱ突き砲撃とかの方がいいのかななんて思いますけども、ガイラバスター毒と回避は結構相性いいですからね。殴り特化はやっぱ距離詰めてなんぼみたいなとこありますから、まあ、回避性能と回避距離アップがあれば、まあ、あれ使いこなせばね、多分無敵なんでねステップで全部無敵判定ですからね、強いですからね。一応攻撃力550オーバーで、まあ、白ゲージの回心率運用なんでね、まあ、非常に使いやすい装備かなとは思います。まあ、クシャナ使いたかっただけなんですけどね、まあ、こういった装備もなかなか面白いんじゃないでしょうか。はい、ということで、終わりました。まあ、大体5分、まあ、ソロのネルギーガンってやったらもう歴戦ネルギーガンとも5分ぐらい切れるぐらいの装備、火力もありますからね、非常にスムーズに回れるかなと思います。ではご視聴お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。